こんにちは。今回は、キンプリの高橋海斗が見せた涙に隠された真実と意味について徹底解説します。キンプリとは、ジャニーズ事務所所属の6人組アイドルグループで、2023年5月22日に、3人がグループから脱退することが発表されました。その中の一人、高橋海斗は、4月首放送のトーク番組、おしゃれクリップ、で、 グループとしての今後の目標を聞かれた際に涙を流しました。この涙にはどんな思いが込められていたのでしょうか。それでは、動画を見てみましょう。高橋海人が涙を流すし、こちらが話題になったシーンです。高橋とはグループとしての今後の目標を聞かれると、言葉に詰まり、涙ぐみます。目元を何度も拭ったり、おつしたりしながら、 ファンに会うために大きいステージや多くの回数で会いたいと話します。そして、メンバーが何よりも好きで、みんなが幸せに暮らせたらいいと思っていると話します。この涙には、高橋海とのメンバー愛やファン愛が強く、グループの危機感や不安感を抱えていることが現れています。高橋とはメンバーの中でも最年少で、 末っ子キャラとしてメンバーに甘える姿もよく見られていました。そんな彼がグループから離れることになった三人のことを思い、やるせない思いが溢れたのでしょう。ファンの反応、この高橋との涙に対するファンの反応はどうだったのでしょうか。ファンの故障であるティアラは心配する声が多かったですが、一部は 陰謀論を唱えて事務所に抗議するなど暴走する人もいました。陰謀論とは、脱退するメンバーは本当は辞めたくなかったはず。事務所に無理やり辞めさせられるんだというものです。一部のティアラは、カイトが私たちに助けを求めているこれが理不尽な対処だって伝えたいんだよねという風に解釈しています。しかし、メンバーはそんなことを 一言も口にしていません。ほとんどのティアラはカイトの涙、陰謀論の道具にしないで、海ちゃんはそんなこと言ってないよと呆れ気味です。高橋カイトが過去にも、高橋カイトが過去にも涙を流したシーンやコメント。高橋とは、今回が初めて涙を見せたわけではありません。過去にも、メンバーとの絆やファンへの感謝を語る際に、 涙を流したことがあります。例えば、2022年11月10日放送のラジオ番組、キングプリンスナガセレンの r ディアヨガールで、で、メンバー脱退の経緯や2人で活動していくことについて語った時です。高橋とは、僕らはずっと一緒にやってきたから、この6人でやっていきたいという気持ちは変わらない、と話しましたが、 その後、でも、それぞれの夢があって、それぞれの道があって、それを尊重しなきゃいけない、と続けると、声が震え始めました。そして、僕らはずっと仲間だし、友達だし、家族だから、と言いながら、涙をこらえることができませんでした。この時も、高橋とは、 メンバーへの愛情や別れの寂しさを涙で表現していたのです。高橋との笑顔やパフォーマンス。しかし、高橋とは涙ばかりではありません。彼は、普段は明るくて元気で、笑顔やパフォーマンスでファンを魅了しています。彼はダンスが得意で、5歳からダンスを習っていたそうです。また、歌唱力も高く、ソロ曲では、 自分の感情を素直に表現しています。さらに、演技力もあり、ドラマや映画にも出演しています。現在は、森本慎太郎とダブル主演で日本テレビ系ドラマ、だが、情熱はある、に出演中です。このドラマでは、高校生の野球部員として熱血演技を披露しています。高橋と流せれ、高橋とは今後、 ナガセレンと二人でキングプリンスとして活動していくことになります。ナガセレンとは同じ年で仲が良く、よく一緒に遊んだり話したりしています。二人はキンプリの未来を背負っていくという覚悟を持っています。また、ファンの皆さんに笑顔になってもらえるように頑張ります。というメッセージも伝えています。二人のキングプリンスは どんな活動を見せてくれるのでしょうか。ファンは期待と不安の入り混じった気持ちで見守っています。高橋と長瀬、レンの二人での活動やインタビュー。高橋と長瀬レンは5月23日から二人でキングプリンスとして活動していくことになりました。二人はグループの今後について様々なメディアで語っています。例えば、 4月16日発売の英語雑誌、IEI では、長セレンが表紙を飾り、中面には高橋海人と森本慎太郎がお互いのメンバーカラーの衣装を着用したグラビアページと、二人のインタビューが掲載されました。このインタビューでは、高橋とは、僕らは、これからもキングプリンスとして頑張っていきます。どんな形でも、 ファンの皆さんに楽しんでもらえるように、自分たちも楽しんでやっていきたいです。と話しました。また、長セレンは、僕らは、これからも変わらずにキングプリンスです。これからも応援してくれる方々に感謝しながら、自分たちらしくやっていきます。と語りました。高橋と長セレンのツアーの告知やチケット情報。高橋と長セレンは、 二人での初めてのツアーを開催することも発表しました。ツアー名は、キングプリンスライブ TOUR2023 で、7月から9月にかけて、全国10都市で計20公演を行います。ツアーでは、二人だけでなく、ゲストやサポートメンバーも参加する予定です。チケットは、6月1日から一般発売されますが、すでに、 ファンクラブ先行予約では大きな反響がありました。二人のキングプリンスはどんなステージを見せてくれるのでしょうか。ファンは期待と興奮の気持ちで待ち望んでいます。高橋と長瀬レンのファンの反応やコメント。高橋と長瀬レンが二人でキングプリンスとして活動していくことになったことに対して、ファンからは様々な反応が寄せられています。 例えば、4月14日に放送された日韓現代デジタルの記事では、2人のメンタルを心配する声が多く上がっていました。記事によると、高橋会とは、4月首放送の日本テレビ系、おしゃれクリップ、で、グループの今後の目標について聞かれると、涙が止まらず言葉に詰まってしまったということです。また、永瀬、蓮は、 3月22日放送のプレミアム MCC2023 で司会を務めた際番組公式ツイッターのメンバー紹介ムービーで終始うつむき気味で言葉が出てこない場面もあったということですこの二人の様子に対しネットでは吹っ切れてないように見える心が辛いんだろうなプレッシャーも半端ないんだろうな グループに残留する二人の気持ちをおもんぱかる声が溢れていました。高橋と長セレンの笑顔や仲良しし、しかし、そんな二人もファンからの応援や励ましを受けて少しずつ前向きになってきているようです。例えば、4月15日放送のキングプリンスルでは二人が料理対決をするコーナーがありました。このコーナーでは キシユータから英語で指示された料理を作りますが、バイシートをアダルトシートと表現されたり、シラスをミニチュアスモールホワイトフィッシュと表現されたりするなど、難解な言葉に戸惑う場面もありました。しかし、二人はそれでも笑顔で協力しながら料理を作り上げ、試食したキシユータからめちゃくちゃうまい、 と絶賛されました。この日の放送にネット上からは、面白かった、爆笑した、笑顔が素敵、という声が集まっていました。高橋と長セレンの今後の予定や活動。高橋と長セレンは、二人でキングプリンスとして活動していくことに決めた理由について、ファンの皆さんに感謝しながら、自分たちらしくやっていきます、と語っています。 二人は、これからも歌やダンス派も、高橋と長瀬恋の、今後の予定や活動。高橋と長瀬恋は、二人でキングプリンスとして活動していくことに決めた理由について、ファンの皆さんに感謝しながら、自分たちらしくやっていきます、と語っています。二人は、これからも、歌やダンスはもちろん、俳優業を中心に活躍すると見られます。 長瀬恋は国宝級イケメンと評されるビジュアルに加え、昨年はおかえりもねで NHK 連続テレビ小説に初出演し、今年も日本テレビ系新新潮後期クラスメイトは戦国武将に主演するなど多彩な演技力で引っ張りだこです。高橋とも役者として成長一途、今年は木村拓也主演で、 4月期のテレビ朝日系、未来への10カウントに出演し、放送中の同局系、ボーイフレンド降臨に主演するなど絶好調です。高いダンススキルもあり、19年には少女漫画家デビューするなど多彩な活動も期待されます。高橋と長セレンのファンからの応援やエール、二人が 二人でキングプリンスを続けることを発表した際、ファンからは二人を応援します。どんな形でもキンプリが好き、二人なら大丈夫というエールが寄せられました。また、二人が MC を務める NHK バストッププレミアム、ザ少年クラブプレミアムでは5月22日に5人での最後の出演を予定しています。 この番組では、二人が、五人への感謝や思い出を語る予定です。ファンは、この番組を見届けた後、二人の新しいスタートを見守ることになります。高橋と長瀬レの笑顔や仲良しし、高橋と長瀬レは、グループ内でも仲が良く、よく一緒に遊んだり話したりしています。例えば、4月16日放送の、キングプリンスル。 では、二人が、岸優ユタから英語で指示された料理を作りますが、シラス、を死者も、と間違えたり、パイシート、をアダルトシート、と言われたりするなど、笑いあり涙ありの場面がありました。このように、二人は料理だけでなく、歌やダンスでも、息がぴったり合っています。二人だ、